はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病、糖尿病、生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、去年の2月にね、あの舌がん、ベロの口の中のベロのがんを手術を受けたで、タレントの堀ちえみさんがね、1月7日にですね、テレビ朝日系のあの徹子の部屋ってあるじゃないですか、あれにね出演されていました。ご自身のねお声で、まあ大変でしたけど無事にねとね挨拶されてましたね。もう僕はね、その堀さんの元気な姿を見てね、もう涙が止まらなかったです。本当に嬉しかった。もうほんまにね、めっちゃ元気になられててね。まあでもそのまだまだ一応その闘病生活が続いているような感じなんですけど、まあもちろんね、完全にその口の状態が良くなってるわけじゃないんで、まだリハビリも必要だと思うんです。でもまあその、まあ、番組内でですね、入院中のリハビリの画像もね公開してて、まあ、壮絶なそのリハビリのねお話をされていました。まあ、その堀さんはね、堀ちえみさんはね、まあ、去年の2月の舌がん手術でね、この下の6割以上を切除して、太もものお肉を、下に、移植されました。その切除した舌はね、こうどんどん水分がなくなったりして、1年ぐらいかけてこうキューッとこう舌が小さくなっていくらしいんですよ。でそのことからそれをこう想定して、太もものね、そのお肉をですよ、普通の舌よりも大きなものにするために、大きな舌にするために、移植するような ルールじゃないな、そういうやり方なんだそうです。だからね、まあ、すごい手術なんですよ。まあ、手術ってそれはね、普通に考えたら手術っていうことはもうすごいことなんですけども、まあ、でもその手術で自分のね、口にこの収まらないくらいの大きな舌になったとね、おっしゃってました。ほんで、そのまあ、手術が終わってね、その堀井さんはね、そのまあ ICU ね、集中治療室でね、まあ、麻酔がこう切れた時にですね、その鏡で自分のお顔を見た時にはですね、やっぱりこのリンパも切っているので、こう顔がブワッとこう腫れて、まあ、口は閉じへんし、舌ははみ出ているし、っていうので、もう自分のこの顔を見た時にね、まあ、職業柄なんでしょうね、もうこの先はないなーってこう思って、とね、まあそういう感じでね、本人は笑いながら当時を振り返ってはりました。そんなお話されててもやっぱりまだまだ全然喋りにくそうな感じはされてましたね。でまあ、その後、入院中のリハビリの様子を映したあの動画映像ですね、それをね紹介されてまして、この発声練習ですか、あ、え、い、う、え、お、あ、おってあるじゃないですか。あんなのをゆっくり発声する映像ね、その様子とか、あとあの、嚥下練習といったその、食べ物を飲み込む練習なんですけども、とろみのついた液体をね、まあ、食材なんですかね、それを飲み込む練習をしているこう姿にですね、本人さんもこの、まあ、疲れてね、堀さんはね、この疲れて、もう、あーって感じで、もうクタクタになって、もう舌から血が出るんじゃないかなって思ったっていうね、その結構ハードなものだったというのをね、言ってましたね。まあでもそのリハビリに関してね、いろいろあったみたいなんですけども、堀さん自身は、その家族からとかね、病院側からは、そのリハビリの大変さっていうのはね、実は伝えられてなかったらしいんですよ。喋ることっていうためのリハビリがどんだけ大変なのかっていうのがね、その堀さん自身に分かると、堀さん自身がですね、手術を拒むんじゃないかと家族の人は思いやったみたいですね。まあ、秘密にしてて、まあ、知らせないでおこうと、ね、いうその、まあ、ご家族の、ね、配慮があったらしいんです。それに対してね、堀さんはですね、その家族の素晴らしい思いやりと思って、これは私は生きなければならないなって
いうふうなね、こう決意になったらしいです。まあ、ガンは私にいろんなことと、まあ、素晴らしいことを教えてくれたので、本当に生きていてよかったとね、涙を流してはりました。まあ、最後にはね、その久々のテレビ出演だから、そのまあ緊張すると思ったけど、まあ、なんとかね、っていうふうな感じで笑顔を見せてくれました。まあ、本人はもうね、舌から血が出るんじゃないかと思うぐらいのその一期一会を組み立ててね、発声練習をして、今やっとこさ発声できるようにね、もうここまでトレーニングして頑張りましたよと、お聞き苦しい点もあったと思いますが、でも頑張りますとね、元気な姿でした。まあ、今後はね、そのリハビリを続けて、まあ、今度の2年後かの、芸能生活40周年でライブをして、もう一度歌を歌いたいというね、目標をね、表明してましたね。まあ、元気な姿って本当に良かったです。で、まあ、そのね、その昨日の徹子の部屋の映像をね、その夜のニュースステーション、ちゃうわ、報道ステーションですね、今ね。まあ、久米さんの時代から僕ニュースステーション見てたんで、久米さんから古舘さんに代わって今ね、ちょっと、ね、若いキャスター2人がやってますけども、報道ステーションね、まあ、その中でも特集で挙げられてまして、堀さんがちょっと復活されましたとね、いうニュースになってましたね。まだまだね、リハビリ中だと思いますので、ぜひとも頑張ってほしいです。僕は本当に勇気をもらいました。僕も頑張ります。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。